小森さん、はい、ちょっと今日はあれまだ帰らないんですか、釣り子さん。いや、せっかく小森さん部屋に来れたんで、はい、KOK の時に、はい、さっき別のやつで話聞いたんですけど、はい、メガバスのやつで結構投げ込んじゃってるルアーがあったなって印象。あ、マックスゼント。違う、メガバスのプラグじゃないんですね。マックスゼントも投げてましたよね。それは知ってます。あれ生まれて初めて投げたんですよ、はい、実は、はい、実はあんな濁ると思ってなかったから、はい、黒いワームをあんまり持ってなかったんですよ、はい、でストレート系の黒いワームってうわこんだけしかねえやって気づいて初日が終わっ、はい、初日じゃないあれ、はい、プラの時ですよ、はい、で買いに行ったらするとバレちゃうじゃないですか、はいはい、だからもうあるものでやるしかないなと、カリフォルニアロールに限りがあったから2日目に取っときたかったんで投げたら釣れた。いやその話じゃなくて、はい、自分が気になってるのは、はい、小森さんって霞水系で、はい、プラグでドカーンって言わせること結構多いじゃないですか、はい、あれ X7 半投げてました。7半ですね、あれこうまだ上げてないやつここにありますけど、これですよね。もういきなりトーナメントに最前線で投入されてるんで、どんな感じなのか聞きたいなと思って。これ、ね、これやっぱね、里人さんが監修しただけはありますよ、はい、やっぱりそのね、まあ、僕の好きな、まあ、X80Jr. っていうのがあるじゃないですか、はい、まあ、あれにかなり近いけど、あれよりもうちょっとハイピッチなのかな、うん、で、まあ、すごいハイピッチでワカサギ的な動きをする、ルアーです。80の方がどっちかというとヌルヌルって動くのかなって僕は思ってます。で、まあ、今回ハイピッチが良かったっていうのがちょっとあって、その水温がね下がり傾向な時と上がり傾向の時でも結構ルアーって使い分ける時があるんですけど、上がり傾向の時はまず上向いていくからヌルヌルなんですよ。シュラウとか食ってくし、見てるからヌルって食ってくるんですよ。でも下がり傾向の時はバスの目線より下をちょっとハイピッチでパッと下げてやると一瞬リアクション的に反応したりするんですね。まあ、亀山ダムとかだと多分ロングビルミノンのたったまきって結構流行ってるじゃないですか。それと一緒でこの、まあ、X757 半のプラスワンの方、はい、これで、まあ、2メーターは曲がらないですけど 1.、まあ、これぐらい曲がるのかな。僕の中では 2.4 って書いてるんですけど、まあこれロングキャストしての話なので、霞ヶ浦の場合ストラクチャー狙っていくから今度は 潜らせてないです、まあ、2メーター潜ってないぐらいのところを、まあ、ちょっとパーッと早巻きで中層を、まあ、バスの目線を下に横切るような感じでハイピッチで誘ってやる使い方なんですけど、まあ、これがね実はねその前の八坂ダムのプラクティス中に見つけたんですけど、見てる魚がいっぱいいるところでみんなが何やっても釣れないっていうとこ、これで結構ポンポン釣れたんですよ。今日早巻きでパーッと回してやると 1.5 メートルぐらい離れたところからバスがピシュッパクって食ってくるんですよね。あ、これって亀山でやるミノの早巻きのパターンだって思って、で、まあ、ボディの感じとかがその霞ヶ浦のベイトサイズにぴったりってのもあったんで、これ釣れるでしょと思って練習でやったら、実際こっちは結構釣れました。まあサイズとかはねまちまちだったんですけど、ポロポロと釣れて、まあ、これ浅い方はやっぱりね思った通りちょっと浅かったです。やっぱ目線より下に下げてなきゃダメだったんで、こっちよりはこっちの方が、はい、まあ投げる距離はね 15m ぐらい、まあどうしてもストラクチャー周りを狙うんで、フルキャスターとこれ 20m 以上飛びますけど、まあ短い距離をやっていく感じで使ってたんで、これねぜひおすすめです。なんか出て、はい、自分も釣り具屋さんよく行くんですけど、はい、結構もう品薄になっちゃってて、はい、色はもちろんもう選べない感じになっちゃってるんで、はい、あるうちにちょっとなんか買っとかないとなと思って、はい、まあ、色はね結構今回厳選されていい色ばっかりというか、はい、まあ、もちろんそのいろんなフィールドに合うようにいろんな色って出さなきゃいけないんですけど、まあ、どの色使っても霞水系で使えるような色が多かったので、このクラウンなんてね、これクラウンっていう名前はウエスタンクラウンかな、 GLX ウエスタンクラウンっていうカラーなんですけど、まあこれメガバスの結構基本カラーで、まあ、これなんかもあんまり今までバーンと出ることなかったカラーですよね。まあ金黒も綺麗ですよね。いや、霞水系でそのメガバスの腹折れの金黒って本当聞きますもんね、はい、聞きますね。とにかくね霞水系を攻略するために作ったんだろうなと思う。そのちなみに小森さんは、はい、あれ細かく見ればバターとか買えば載ってると思うんですけど、はい、
霞水系でその七半を気持ちよく使うためには、はい、それはどんなアクティビティ？ベイトタックルですよ。はい、ベイトタックルで使った竿は、マタジセスリウスの、はい、確か、シャロクランキングっていうのと、はいはいはい、とあとは、あれあそこのメガバスの、デストロイヤーの、霞611かな、霞611っていう竿があるんですけど、はい、これの2本立てですね。でまあ、とっかいっかいろんな、まあ、このみんなおっしゃった系は書いてたんで、その2本を使ってとっかいっかいしてました。まあラインは8ポンド8ポンドで全然 OK、はい、8ポンドでやった方がいいですね。あの太くなるとどうしてもこの水深も潜らなくなるのと、はい、ハイピッチっていうのが活かしきれなくなっちゃうんですよね。糸が太くなっていけば太くなっていくほどそのピッチ側の振りが弱くなっちゃう。やっぱこう振らしたいのが浅くなっちゃうライン抵抗で、なので僕は8ポンド、まあ実際このルアー自体12ポンドくらいでも全然いい動きしてくれるんですけど、まあ8ポンドで取れない魚はいないでしょう。それでコンクルージョンカラー出たら嬉しいの。それはないな。それないですか。これは僕のルアーじゃないです。いやいやそうですけど、コンクルージョンカラーこれはサトシンさんがカラーを厳選して作ってるんです。サトシンさん厳選したコンクルージョンカラーみたいな感じでだとかなんないのか。遠い将来的に、提案だけはしてみます。はい、はあはあ、まあね、コンクルージョンカラーはね、そのやっぱり確かにコンクルージョンの水郷若崎の頃から僕は欲しいと当日思いましたよ。だってあれディープエックス100だってあるし、はい、カラシもあるし、はい、いろんなメガバスのルアーでいろいろ乗っかってるじゃないですか。でもね、コンクルージョンカラーとかこれより先出てるじゃないですか。いやそれがちょっと落ち着いたタイミングで、あの七班の、はい、やっぱ厳選5色出てほしいなとか思うんですよね。まあちょっと聞いてみます。でも七班はいいですよ、はい、まあかなりこういいです。リザーバーでも全然使えるし、まあ、あのジャックで使うというよりは僕はこれ関東ではただ巻きで使ってほしいなと思ってます。 X80 ジュニアとの使い分けは、上を向かしたいときは80ジュニア、目の前通したり目から目線から下げてリアクションで食わしたいときは7半っていう感じで使い分けてもらえればいいのかな。もちろんそのどっちもどっちもできますけどね。でもまあ使い分けるならそうやって使い分けてもらえればいいかなと思ってます。メガバスからはいよいよ IGX も、はい、出るんですよね、2022年。間違いなく出ると思いますよ。はい、もう完成してライン、あのカラーのラインナップも決まっていて、かなりこう偏ったカラーラインナップにしてどうなんだろうって言われたぐらい、使い分けがすごく楽しくなるんじゃないかなと思ってます。メガバス×小森粒彦プロのちょっと今後に期待ですね。そうですね、メガバスさんに関してはやっぱりそのね、ハードルバーというだけの今までの契約だったので、そのやっぱハードルバー中心にずっとこうプロモーションしてるんですけども、いよいよやっとね自分の形になるもの、まあ色とかは今までやってきましたけど、がまあナックル LD っていうのはありましたけど、それから3年4年かな、もうちょっと経つのかな、経って満を持して、IG 系を今作っていただいてるので、まあ、僕はこういう魚を釣りたい、こういうロケーションでこういう使い方でっていうところでメガバスさんに設計してもらったルアーなので、まあテストで散々パラバスをカバーの奥から引っ張り出したりとかしてるので、まあかなり楽しみにしててほしいなとは思ってます。ありがとうございます、はい。